ダストです。本日も実家から動画をお送りしてます。本日紹介するのはこちら、じゃん、ベイブレードバーストコットレイヤーシステムの 3on3 バトルブースターセットの中に入ってるギャラクシーズエース 4MPL、 こちらを紹介したいと思います。イエーイ。今回このギャラクシーズエースはこの 3on3 バトルブースターセットにだけ入ってるものになりますので、このギャラクシーズエース欲しい方はこの 3on3 のセットを買わないといけないんですけども、これは結構お得なセットでですね、こちらに書いてあるんですけれども 3on3 バトル用の構築済みデッキがもうすでに仕上がって入ってるセットになってます。今大会でもこの 3on3 が非常に多く行われてるので、なかなかこう強力なベイで3つ揃えれてない方とかはこちら1個買うと非常に便利かなと思います。じゃあギャラクシーズエース早速出してみましょう。はい、中出してみました。中はこんな感じになってます。じゃあアップで見てみましょう。まずはこちらギャラクシーゼウスレイヤー、こちらはですね全能神ゼウスがモチーフで、レイヤーに内蔵された4つのメタルボールがベイの回転力に合わせて移動し、最適な遠心力をキープするスタミナタイプのゴッドレイヤーとして登場してます。この部分にですねメタルボールが2つ入ってるんですけれども、これが遠心力によってこういう感じで外側に振られるわけですね。このボールが2つ外側に移動することによってさらなる遠心力を生んでスタミナ力をアップさせるレイヤーになってます。ロックの高さはこれぐらいです。続いてこちらディスクは4、こちらブレイズラグナルクにも付いていたものになってますけども、復習するとフレームパーツの取り付けが可能なコアディスクで、幅広の4つの羽が遠心力を強化するスタミナ系ディスクとして作られています。続いてこちらフレームはメテオ、こちらはアルタークロノスについていたフレームですね。こちらも復習するとコアディスクに取り付け可能な攻撃力強化パーツで、右回転特化の連打型5枚刃で攻撃&防御性能アップということで、この5枚刃によって攻撃と防御力をアップしたフレームになってます。はい、では最後はドライバーはプラネットドライバー、こちらはですねこの底の部分にですねこの動くメタルボールが2個内蔵されてるんですけれども、この外周のメタルボールが遠心力を強化しつつ、軸先のフリー回転するメタルボールで摩擦を軽減したスタミナ系ドライバーということで、こう遠心力によってこのメタルボールが外側にこう触れるわけですね。こうすることによってさらに遠心力を生んで、このフリー回転するメタルボールで摩擦軽減をするドライバーになってますね。箱の裏側にプラネットドライバーの特徴が書いてあるんですけれども、高速回転時はメタルボールが中心から遠い位置に移動して遠心力を強化すると、相手とぶつかった時は中心から近い位置にボールが移動してスタミナのロスを防ぐそうです。でこれら全てを組み合わせてできるのがスタミナ系のベイであるギャラクシーズ S4MPL になります。ではこのゴッドアビリティがどこまでこの遠心力をキープさせるのか、実際に回して確認していきましょう。では初戦はゴッドバルキリーから。おお、余裕勝ちですね。次はブレイズラグナルク。おお、これも余裕勝ちかな。すごいな。はい、では最後はクライスサタン。おお、これはすごい。はい、では回してみましたが、このゴッドアビリティはすごい。スタミナ力には非常に期待できますね。ロックもそこそこ硬いのでアタックタイプの猛攻撃にも耐えますし、スタミナ力も高いのでいろんな場面で活躍できそうなベイという印象を受けました。ぜひ興味ある方はこちら試してみてはいかがでしょうか。
ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ダストでした。バイバーイ。